美容師家のケントです。本日のスタイリングは美術館コーデを意識して、ちょっと色使いっていうのを意識してコーディネートを組んでみました。まずトップスなんですけど、中目黒のベストパッキングストアさんのセレクトショップで買わせていただいたこちらマルニのシャツなんですけど、なんといってもこの胸ポケットのところがロゴが書いてあるんですけど、この半分だけチラ見せしているっていうポイントがやっぱとても可愛いかなと思っています。ボックス型のシャツで青という色味で夏らしさもあって、でやっぱ身幅も広いんですね。とても着心地のいいシャツになってます。パンツは下北沢のニューヨークジョーさんという古着屋さんで買わせていただいたこちらフレアパンツになるんですけど、なんといってもこの横のスリットがとても深く入っていて、やっぱ歩いた時の躍動感っていうのがとても出るので、とても気に入ってるパンツの一着です。でシューズなんですけど、これドクターマーチンなんですけど、従来のドクターマーチンとは違ってちょっと変わったデザインになっていて、でこちらレディースの靴で、これは下北のカカという古着屋さんで買わせていただきました。バッグなんですけど、これも先ほど言った中目黒のベストパッキングストアさんで買わせていただいた PB0110 というドイツ製のブランドになります。でこのカバンなんですけど、生地が工事現場のよく重しである白いエナメル製みたいな感じの生地を使っているので、とても他の人と差別化もできますし、持ち手のところはレーザーを使っているので、とても上品で品のあるカバンになっています。アクセサリーなんですけど、結構僕つけていて、リングを2つつけていて、でバングルを右手左手どちらにもつけています。でこれはどれもメルカリで買わせていただいたので、結構メルカリって探すと結構安いアクセサリーとかあったりするんで、ね、もしよかったらメルカリで検索して探してみてください。以上です。美容師家の吉春です。今日のコーデのポイントは公園でピクニックデートです。 T シャツはラメルマメゾンというところのもので、この T シャツの黄色の部分がポイントです。このパンツは古着屋さんで買ったんですけど、このストライプのラインの柄がすごい好きで一目惚れして買っちゃいました。靴はドクターマーチンのサイドゴアブーツです。バッグはザラで買いました。最近クリアのものが流行ってると思うので、中身が見えて夏っぽいなと思ったので、すごいお気に入りです。ブレスレットは渋谷の A ランドっていうところで買いました。アクセサリーをクリアで揃えてみました。このメガネは古着屋さんで買ったんですけど、もともとレンズがあったんですけど、自分でレンズ外してつけてます。以上です。はい、美容師家のりくです。今回のファッションのテーマなんですけれども、全体的にシンプルなコーデを意識してカフェにお出かけに行こうっていうテーマです。ベレー帽の紹介なんですけれども、こちらは原宿に店舗があるドッグ&コーさんという場所で購入しました。このロゴがとっても可愛いなと思って購入しました。トップスなんですけれども、高円寺のスラットという古着屋さんで購入して、こちらはフルーツオブザルームさんのヴィンテージなんですけれども、シンプルな白 T なんですけれども、この差し色で緑が入ってるところが個人的に可愛いなと思って購入しました。ボトムスはネオンサインというブランドで、代官山の王の王っていうセレクトショップで購入しました。個人的にこのセンタープレスがめちゃめちゃ綺麗だなと思ったのと、色がパステルカラーの緑、なかなかない色だなと思って、であとどんなコーデにも着回しができるんで、とても使いやすくてよく履いてます。指輪がこちら、ラフォーレ原宿さんにある XU で購入しました。ダイヤとこの形がすごい変わってるんですけど、それが珍しいなと思って買いました。ブレスレットもなんかシンプルで可愛いなと思って買いました。こちら靴なんですけれども、センスオブプレイスさんというお店で、原宿にもあって、僕よく学校帰りとかに一人で行ったりするんですけど、アイテムがとても安いのでよく買いに行ってます。そこで買ったローファーなんですけれども、歩きやすくて結構やっぱ使ってますね。はい、バッグなんですけれども、グッチでなんかベルトが可愛いなと思って買ったのと、あとこのライオン、なんかちょっと小さいんですけど、これも可愛いなと思って買いました。以上です。
容師家こうきです。本日のテーマは表参道プラリコーデということで、今回はオールブラックで組んでみました。と上のポイントとしてはコムデギャルソンの T シャツ、ベルトは古着屋さんのノイルというお店で買いました。気に入ってるポイントとしては一つ一つのパッチがすごい可愛くて、それに一目惚れして買いました。オールブラックだったのでちょっとベルトでアクセントをつけて、でタックインして仕上げてみました。であとパンツはこれも原宿の古着屋さんで買ったエルカのフレアパンツ、こちらシュレットがフレアシルエットになってまして、でセンタープレスも入ってて、ちょっと丈を長めに履くことによって下にちょっとたるみをつけさせて、ちょっとゆとりのあるようなけどフレアでちょっと足長効果を狙ってます。で下がメゾンマルジェラのブーツです。全体的に黒なので下もレザーブーツで表せてみました。結構シンプルなファッションなので、足元はちょっと遊んでもいいかなっていうので、ちょっと普段履かないような旅のブーツを合わせてみました。そして、カバンもこちらコムデギャルソンのカバンを使ってます。全体的に黒なのでカバンも色味を合わせてみました。そして自分はシルバーアクセが結構好きなので、いろいろ時計もリングもブレスレットも全部シルバーアクセで統一しました。時計のブランドはこちらカシオっていう結構有名なブランドで、でこのブレスレットもシアターっていうインスタグラマーさんが作ったブランドです。でこのリングは古着屋さんで買いました。このネックレスもこれもインスタグラマーさんが作ったヒューマンコンプレックスっていうネックレスです。全体的に自分は黒が好きなので、まあ黒、夏は黒暑いと思うんですけど、タックインとかしてちょっとメリハリをつけてコーデを組んでみました。以上です。はい、美容師家やすけんです。今日僕のコーデを紹介したいんですけど、今日のテーマは友達と古着屋巡りというテーマでコーデしてみました。で上からまあ紹介していきたいんですけど、このアロハシャツなんですけど、ちょっとポイントがあって、アロハシャツって普通花柄とかをイメージすると思うんですけど、ちょっと違って恋とか花とかだけにまあ色ついて和風のアロハシャツになってます。友達と被んないなと思ってアロハシャツ買いました。これ締めても使えて詰まってないタイプで、まあネックレスとかも映えるなと思って活用してます。でまあネックレスなんですけど、僕アンブッシュっていうブランドが好きで、指輪にもつけてるんですけど、アンブッシュさんで購入させていただきました。で次このタンクトップなんですけど、 H&M で購入しました。シンプルで、結構シャツとか、まあ、これでいろいろ使えたり、結構万能で、で白なのでシンプルで使えます。で、まあ、首元広い方がネックレスとかの方が映えるのでいいと思います。で下に行くんですけど、ズボンの方はリーバイスの古着屋さんで購入しました。でこれはちょっと丈が長めで、今日ヒール履いてるんですけど、ヒールもよりもちょっと長い感じで足長効果になっていいと思います。でも色落ちていくごとに使用感が出て古着感がもっと出て、もうすでに古着なんですけど、もっといい感じに使えていくと思います。で最後に靴の方、ブーツ履いてるんですけど、今日のブーツはヨースケっていうブランドのブーツで、まあ足長く見えるのはもちろんですけど、まあ、身長高く見えたりスタイルアップの効果、あとおしゃれ慣れてるなっていう感じが、おしゃれ感があっていいと思います。このバングルに関しては 0.14 っていうブランドのものをつけていて、 0.14 はベレーポックの美容師科の校舎の裏側にあるお店なんですけど、まあ、結構お気に入りで結構つけてるブランドですって感じですね。はい。